知った藤井、うん、そして今からレアンドロ・ドミンゲス、そして斉藤、斉藤が決めた、斉藤光輝が決めました、追加点2対1。いや素晴らしいゴールだったですね。84分ですか、点はこの17歳が決めました。いいとこ入ってますよね。2人いたんですが、あこの強さです。まあ、このリアンドロのパス素晴らしかったし、出してすぐまたボールを受けて、はい、ラインはこの10番のイバ、190センチあります。低いボールできました。田代、田代のシュート、こぼれて滑るか、斉藤のシュート、決まった、横浜FC先制。23番の斉藤、今シーズン3ゴール目、よく決めましたね斉藤選手。久々のこの J リーグ、田代選手のシュートですね、はい、少しボールずれたら難しかったですけどね、またそのゴールキーパー弾いたボールを斉藤選手狙ってましたね、少しナイスインターセプト、4はピン、皆川、斉藤光輝、4はピンだ、間通した斉藤だ、斉藤、斉藤光輝かわしてフィニッシュ。地に入って即仕事をしました斉藤光輝、4対1、その差3ゴール。まあ、ヨアンピン選手にボールを預けて生まれたスペースに自ら走り込み、サイドボールをもらってゴールを決め切った、まあ、素晴らしいゴールですね、はい。まあ、ここでもう相手に囲まれて大成功、これカウントチャンスですね。手でフィード、4対5対2になってますね。かわした北爪、はい、さあ前線には3人いる、北爪運ぶパスはディフェンスに当たってゴール前シュート、斉藤光輝、横浜 FC 追加点。下平監督もガッツポーズ、サポーターも湧いています。見事なカウンターでしたね、はい、北爪選手のこの前のスピード感って非常に良かったですね。で、中山選手